こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこちらの糸を使ってバルーン型のグラニーバッグを編んでいきます。前回もバルーン型のグラニーバッグを編んできてるんですけども、今回は編み地の中に玉編み模様を入れて編んでいこうかなと思います。使う糸はダイソーのメランジテイスト、カラーはアイボリーです。お手入れ方法です。アクリル 80%、 ポリエステルが 20% です。 60g の 108m です。かぎ針は7から8号になってます。今回は7号 4.0mm、 こちらを使って編んでいきます。まずは作り目です。今回は側面に模様編みを編み入れていきます。作り目は3の倍数プラス2目で調整していきます。鎖を20目編んできました。長さは約11センチあります。次は側面を楕円形で編んでいきます。鎖1で立ち上がったら最初の目です。ここに細編みを2目でスタートしていきます。同じ目にもう1目細編みを編んでいきます。マーカーをつけておきます。次の目からは1目に1つずつ細編みを編んでいきます。別動画で楕円をゆっくり編んでいます。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。ではまず楕円を1周編んでいきます。1周編んできました。次は2段目を編んでいきます。端の目に3目ずつの細編みが入っています。この3目ずつの細編みに増し目で編んでいきます。鎖1で立ち上がったら根元です。引き抜き編みをした根元に細編みを2つ編んでいきます。1つ目、2つ目です。マーカーを外して次の目にも細編み2目編んでいきます。楕円を2段で編んでいくのでマーカーは外したままにしておきます。次の目からは1目に1つずつ細編みで編んでいきます。ぐるっと細編みで編んでいき、マーカーがついている目から1、2、3目、この3目で増し目をしていきます。次の目からは1目に1つずつ編んで、最後マーカーがついている目も2目編んでいきます。楕円を2段編んできました。次は側面を模様編みで編んでいきます。鎖3つで立ち上がります。立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。次は鎖を1つ編んでいきます。立ち上がりの目と合わせて全部で鎖を4つ編んでいます。立ち上がりの鎖3目も長編み1目としてカウントしていきます。次は立ち上がりの根元です。前段で引き抜き編みをした目に長編みを1つ
編んでいきます。逆三角形の穴ができました。これを一目ずつ編んでいきます。次の隣の目にも同じように長編みを一つと鎖を一つ、同じ目に長編みを編んでいきます。では繰り返して編んでいきます。一目に長編みと鎖編み、長編みです。一周編んできました。編み地はこんな感じでぐるぐるになってます。一周編めたら立ち上がりの目に引き抜き編みをします。マーカーをつけておいた立ち上がりの目です。この逆三角形の編み方を3段分編んでいこうと思います。次の段を編むときは立ち上がりの目が今長編みの上にある状態になっているので、これを逆三角形の穴の中に移していきます。穴の中に針を入れて引き抜き編みで一目左にずれていきます。ここから鎖3つで立ち上がり、1段目を編んだ時と同じようにマーカーをつけます。鎖を1つ編んで逆三角形の穴の中に長編みを編み入れていきます。これで前段逆三角形の模様編みの中に逆三角形の模様編みを編んでいっています。次は長編みと鎖編み、長編みで作ったこの隣の穴です。逆三角形の穴に同じように編んでいきます。前段の編み目がキュンキュンに詰まっているので編み入れるところを間違えないように編んでいきます。これを繰り返して3段分編んでいきます。3段編んできました。次の段から玉編み模様を編みながら同じ模様編みで編んでいこうと思います。最初の作り目を3の倍数プラス2目で調整してきました。この逆三角形の模様編みが3の倍数あると思います。なのでこの模様編み3つの中どこかで1回玉編みを入れて編んでいきます。まずは穴の中に針を入れて引き抜き編みで一つ目をずらします。最初は鎖3つで立ち上がって逆三角形の模様編みで編んでいきます。鎖を一つ編んだら長編みです。次は玉編み模様を編んでいきます。前段で編んだ逆
逆三角形の中に玉編みを編み入れていきます。鎖を一つ編んで、この逆三角形の穴の中に長編みの未完成を5つ編んでいきます。糸をかけて穴の中に針を入れて糸を引き出します。針にかかっているこの輪っかを2つ分引き抜いて、長編みの未完成です。これを5つ分編んでいきます。3つ目、4つ目、5つ目です。針には1,2,3,4,5,6個、6個の糸がかかっています。これを一度に引き抜きます。長編み5つの玉編みです。鎖を1つ編みます。次は逆三角形の模様を編んでいきます。鎖が1つと長編みです。逆三角形、玉編み、逆三角形、これを繰り返して編んでいきます。玉編みの前後には鎖が1つずつ入っています。最初は逆三角形の模様編みです。長編みと鎖と長編みです。次を玉編みで編んでいきます。鎖を1つ編んで、逆三角形の穴の中に長編みの未完成を5つ編んでいきます。3,4,5、1,2,3,4,5,6、6個の糸を一度に引き抜いて、鎖を1つです。次は逆三角形です。これを繰り返して1段編んでいきます。1周編んできました。玉編みがこんな感じで入っています。この玉編みの大きさも長編みの未完成の数を調整すると変わってくるので、もうちょっと小さくしたいなっていう方は3目だったり4目にしてみたりしても可愛いかなと思います。後ろからこう編み地を押してあげると外側にポコッと編み地が出るので可愛いかなと思います。で、今回私はこの編み方をずっと続けて玉編みのラインを作っていこうかなと思っています。模様編み4段目以降の編み方を繰り返して編んでいきます。まずは引き抜き編みで1つ左に目をずらします。前段と同じように編んでいきます。
立ち上がりの目にマーカーをつけておいて、鎖を一つです。長編みです。次は玉編みを編んでいきます。前段で編んだ玉編みの目の上の目を拾って編んでいきます。鎖一つを編んだら糸をかけて、鎖一つ玉編みの目鎖でつながっているので、ここを取っていきます。玉編みの目の上の目です。ここに長編みの未完成を5つ編んでいきます。3、4、5、長編みの未完成を5つ編んできました。一度に引き抜いて鎖を一つです。次の目には長編みと鎖が一つと長編みで編んでいきます。こんな感じの模様になってます。これを繰り返してしばらく編んでいこうと思います。玉編み模様が入っている段を13段分編んできました。今メランジテイスト、ここで2玉弱使っています。次は入れ口の部分を編んでいこうと思います。入れ口の部分の最初の段は減らし目で編んでいきます。前段で編んだこの逆三角形の模様編みの穴の中に細編みを2目ずつ編んでいこうと思います。玉編みを編んできたところはこの玉編みの目の前後で細編みを1つずつ編んでいこうと思います。では編んでいきます。まずは鎖1で立ち上がって、逆三角形なのでこの穴の中に細編みを2目編んでいきます。次は玉編み模様があります。この目の前後で細編みを1つずつ編んでいきます。ここの隙間に針を入れて、まずは細編みを1つ、玉編み模様を飛ばした次の隙間です。ここに細編みを1つ、減らし目をしながら1周編めたら、最初の目に引き抜き編みをしてこの段を終わります。こんな感じで入れ口の部分がキュッと締まってきました。もっとギュッとさせたいなという方は、この減らし目の目数をもうちょっと減らしてみるとギュッとなると思います。バランスを見ながら減らしてみてください。では入れ口の部分なんですが、このまま細編みで編んでいきます。次の段からは増減目なしでしばらく一目に一つずつ細編みで編んでいきます。入れ口の部分を細編みで6段分編んできました。次はここの部分を引き抜き編みで1周編んでいきます。
今引き抜き網で終わっているところです。隣の目に針を入れて引き抜きます。最初の目にはマーカーをつけておきます。一目に一つずつ引き抜き網でぐるっと一周編んでいきます。一周編んできました。糸を長めに残してカットします。とじ針を使って糸を処理していきます。マーカーがついている編み始めの目に2本すくって糸を通していきます。編み終わりの部分は2本ではなく向こう側1本だけ、ここをすくって同じ方向から糸を通していきます。あとは編み地の裏側で糸を隠していきます。ある程度糸を隠したら余分な糸はカットしておきます。これでバッグ本体の部分が完成しました。今回持ち手の部分は別で編んでいこうと思います。今回はワンハンドルで編んでいこうかなと思います。これもお好みなので持ち手を2本編んでこっちとこっちにつけて編みつけてもいいですし、ワンハンドルにしても可愛いと思います。持ち手の部分は楕円形で編んでいこうと思います。長い楕円形を編む感じです。持ち手にしたい長さの分だけまずは鎖編みをしていきます。鎖を80目編んできました。長さは約45センチあります。これを底を編んできた時と同じように楕円形で編んでいきます。毎段6目ずつの増し目をしながら楕円を編んでいきます。ではしばらく編んでいきます。楕円の形で3段編んできました。3段分の幅は約4センチです。2段で編んだ場合は 2.5 センチくらいになると思います。楕円の周りを引き抜き編みで一周編んでいきます。最初の目にはマーカーをつけておきます。では引き抜き編みで一周編んでいきます。一周編めたら先ほどと同じように糸始末をしていきます。今回はバッグに編みつける分だけちょっと長めに糸を残してカットします。編み始めの目に2本すくって糸を通して
最後編み終わりの目には1本すくって糸を通していきます。次はバッグに持ち手を編みつけていきます。バッグを半分に折ったところに印をつけてあります。この印のところにこんな感じで縫い合わせていこうと思います。持ち手を編んできた楕円の折り返しのこの中心部分、ここをマーカーをつけたところに合わせてかがっていこうと思います。持ち手を編みつけていくところにマーカーで仮留めをしました。半分のところにつけたマーカーは外しておきます。あとは編み地に縫い付けていきます。こんな感じでぐるぐると一周かがっていきます。この縁の部分は何回かぐるぐる巻きつけるといいと思います。この部分もかがっていきます。ぐるっと一周かがってきたら、最後はパックと持ち手の間のところで糸を隠していきます。反対側の持ち手部分も同じようにかがっていきます。完成です。サイズを測っていきます。底の部分、楕円で編んだところは約 14.5cm です。入れ口の部分は横幅が約 26cm あります。バッグの高さは約 23cm です。持ち手の部分は約 46cm あります。今回はバルーン型のグラニーバッグを玉編み模様を入れて編んでみました。持ち手の部分もワンハンドルにしてみました。春夏毛糸で編んだんですけど、秋冬でも持てる感じのデザインになってるかと思います。いつものツーハンドルではなく、今回ワンハンドルで編んでみたので、またちょっと違った雰囲気になってるんじゃないかなと思います。中はこんな感じです。ギャザーたっぷりのバルーン型グラニーバッグです。ワンハンドルで編んでみました。
よかったら参考にしてみてください。最後までご覧くださりありがとうございます。